絵画骨董買取プロ秋華堂の江夏です。絵画骨董買取プロでは美術品の評価査定買取を行っております。こちらはピカソのカタログレゾネ、セラミックのカタログレゾネになっております。はい、ピカソは1948年から55年までの間ですね、バルリス村というところにですね、カンヌ、からだいたい車で1時間ぐらいのところなんですが、そちらにアトリエを構えました。そして、アトリエマドゥーラですね。で、家族の陶器の作品の制作をしております。このバロリスではとても良い土が取れるということで、本当にこう色彩豊かな、絵付けですね。素晴らしい作品をたくさん残しております。ピカソのこのセラミック専門に収集しているコレクターの方もいらっしゃるぐらいですね。ぜひピカソのセラミックの情報をですね、お待ちしております。LINE 査定はこちらです。絵画骨董買取プロでした。